ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。ボンドカーズ浦和、月村さんに紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、ツッキーです。ノリが軽い、はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。はい、まずいきなり車いっちゃいますか。はい、いいですよ。はい、車を、2018年式の M2 コンペティションでございます。はい、コンペティションですね。コンペティションでございます。はい、はい、通常のまあ M2 と何が違うか。ダメです、 M2 です。 M2 でいきますか。はい、じゃあ M2 で M2 でいきますかね。はい、M2 でお願いします。はい、DCT のモデルですね。はい、これコンペティションっていうのは普通の M2 と何が違うんですか。これまずは、はい、全部違います。全部違います。意外とパッと見、はい、ちょっとしか違わないかなと思うんですけど、はい、意外に全部違います。あ、そうなんですか。はい、イメージとしてはちょっとレーシーな、ちょっとスパルタンな感じっていう。そうですね、合ってます。そうですね、だまあ、うん、合ってますね。じゃあどの辺が違うのか、ちょっと外観から。まずは外観からいきますか。はい、まずはまあ、じゃあ正面から見て、はい、まあ、まず大きく違うのはグリルですね。あ、グリル違うんですか。これグリルも実はちょっと大きいんです。はいはい、ということはもうバンパー自体が違う。バンパー自体が違いますね。え、そうなんですか。ここの幅見ていただくと、はい、多分、はい、ノーマルの M2 と比べていただいても分かるんですけど、はい、でかいです。へえ。まあここもこう一体感になるようなデザインになってるんで。ああ、なるほど、ここが切れてないですね。左右がつながったデザインになってるんですね。はい、ここが狭いので、ここが大きくなってるのが多分それで分かると思うんですけど。あとは、はい、ここのフィンですね。はい、ここは M2 の特徴なんだけど、はい、M2 です。ここはこ、あ、M2 M2 ここ結構モコってでかいんですけど、はいはい、出てますね。すごい出っ張ってます。ここちょっと小さくなってます。はあ、まあエアをこう取り込みたいという、はい、ことなのか、はい、まあデザイン上慣れなのか。なるほど。あとここにこうインテークが、あ、これも M2 のコンペティションの、コンペティションの特徴なんですか。うん、特徴ですね。へえ。ここがまあフロントから見ると、あ、じゃあ全然もう顔つきが違うんです。違います。あ、そうなんですね。で、あとドアミラーですね。はい、ドアミラー、通常の M2 はあの普通のドアミラーなんですけど、はい、あ、そうなんですか。うん、コンペティションはこう M っぽいこう日本ステー風な、はい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 、あ、そうなんですか。なのでこれもコンペティションじゃないとこうなってないんですか。なってない。あ、そうなんですね。なので M2 買っちゃった人は、はい、コンペティション出た時に、はい、うわっってなったはず。あー、なるほど。M って言ったらもうなんかこう僕こういうミラーのイメージなんですね。そうなんですよ。はい、ただこの M2 はコンペティションにならないとこのミラーじゃない。そうなんですね。なるほど。で、大きく違うのはブレーキも大型化されてますね。はい、でっかいっすねこれ。うん、シックスポットですか。そうです。でリア4ポットで、ディスクも大きくなってます。大きいっすねこれ。で、何が大きく違うかっていうと、はい、まあ、この世代の M はどのモデル、まあ、3も4も3、4もそうですけど、はいはい、はい、エンジン型式が S55 ですね。はい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 、で M2 のベースは N55 なので通常のエンジンなんですよ。はい、こいつは S55 で、まあ、他の M3、M4 とまあ同じエンジン型式になったんで。そういうことなんですか。なので生粋の M2 って M ってなったらこっちなのかなと。あー、なるほど。パッと見はなんかちょっとブレーキ大きくなってバンパー変わったかな程度だけど、はい、実は生粋になってきたっていうのがかなり大きく違うんですよね。へー。なのでベースの M2 乗りはうわってなってるはず。そうなんですね。まあまあそういった意味でもこうおすすめの1台ではありますけどね。もうあとは、はい、まあ、このカラーが、はい、ボディカラーが M2 のコンペ、ね、これ、うん、なんかチョークみたいな、はい、コンペティションからのカラー、ちょっと灰色っぽい感じの。 M4 より全然ちっちゃいですよね。 M4 よりは全然ちっちゃい。でもなんかイメージ的にはなんか36の M3 とかあれちょっとちっちゃいぐらいの、うん、に近いですよね。最近どんどん車大きくなってってるじゃないですか。うんうん、だから M4 なんて言っても結構車大きいじゃないですか。うん、なので、はい、今後、はい、こうそこまあまあ中古車なんで値段は下がっていきますけどね。はいはいはい、ただ下がりきらずに意外にググって上がってくるのはこのモデルなんじゃないかななんて僕は思ってるんですけどね。走って楽しいのはこっちって言いますよね。はい、M4 よりかも M2 の方がサーキットなんかも楽しいっていう。あ、そうなんですか。これはなので持ってて損しないんじゃないかなって非常に思う車ですね。なるほど。
価格が残りそうな残りそうな一台ってことですね。なるほど。あとは後ろもまあ、はい、バッジがちょっとコンペティションって入ってるっていうのがこう、はい、この辺黒いのとかあの窓枠が黒いのとかその辺はもう最初からなんですか。そうですね。めちゃくちゃ引き締まって見えますね。でこいつはまあ後でも紹介しますけど、はい、マフラーがいいのがついてるじゃないですか。めちゃめちゃいいのが、はい、ちょっと気になります、ね、まあ、サウンドが後でサウンドが、はい、まあ、切り替えもついちゃったりなんか。あ、そうなんですか、はい、これリアバンパーは共通ですか。共通ですね、この辺は。なるほど、うん、なのでパッと見がちょっと違うだけじゃなくて、はい、大きく違ってるんですよね。これホイールとかも M2 の M2 はコンペティションのホイールですね。なるほど。19インチ、はい、265の投資ですかこれは。いや前後いけですね。あ、245と265です、ね、はい、あれボンネットいっちゃいますで流れるように、はい、もうボンネット開けちゃいます、はい、まあ、エンジン形変わったのと合わせて、はい、あ、もう2回引きです。2回引きです。はい、2回引きです。新しい BM は2回引きで、あの、なんかレバーなくなってます、ね、昭和な人間なもんだわあ、すごい。これいいっすよね、このカーボンの。これもカーバーと言うべきか補強と言うべきか。これも M2 のベースグレードはついてないです。 M2 ベースグレード。あ、そうなんですか。コンペティションから。コンペはこれ、はい、標準装備になるんですか。で、ラジエーターやらオイルクーラーなんかも変わってますし、はい、あ、そうなんですか。ピストンも変わってるんで、まあ、ノーマルの M2 が、はい、M2 が370馬力からこれは410馬力、はい、このボディサイズで上がってます。このボディサイズで410馬力ってすごいですね。多分相当楽しいですよね、うん、なのでパッと見変わっただけじゃないんですよね。あ、そうなんですね。エンジンルーム開けるとだいぶ かなりこの辺の作りも違うんで。あ、そうなんですか、うん、だ M2 がようやく、はい、M の仲間入りにこれでなったっていう感じが。あ、なるほど。しますけどね。で基本的に今回の車は、まあ、あんまりというかマフラーぐらいですか変わってる。今回変わってるのはマフラーとあと地デジを、はい、まあ、つけてあるかなという程度で。じゃあなんか外装のカスタマイズとかエンジンルームのカスタマイズとかっていうのはしてない車両。これからやっていただければ。あ、これからやっていただければ。ご購入のあなたにやっていただければ。なるほど、わかりました。いう感じですね。はい、はい、外装はこんな感じでしょうか。そうだね、はい、なんかリアの足回りもなんか違うんですか。リアのあのサブフレームもブッシュなくして直付けしてたり、はい、あ、そうなんですか。はあ。なので、はい、かなりこう回答性がいいというかクイックなハンドリングに寄与してるんじゃないかなっていうところも。もうそれもベースの M2 とはまた違うところ、ね、じゃその辺もチューニングされてるんですか、うん、あ、なるほど。じゃあ本当に最初に言った通りもう全然違うんですね。実は全然違う、はい、ちょっとレーシーとかそういう問題じゃないんです。かなりレーシー。じゃあもう車からなんか作り直されてるイメージなんですか、うん、あ、そうなんですね。まあまあ花からエンジン形式が違うっていう時点で、はい、まあ分かっていただけるかな。なるほど、はい、まあ、本気出した M って感じですかね、はい、そしたらじゃあ続けて内装をちょっと紹介してもらってもいいでしょうか、はい、握れば解除ですね、はい、まあ、ちなみにここのギザギザがあるんですね、はい、ギザギザですよね、はい、はい、まあ、ここを触ればロックと、はい、手をかざせば開くというのは他の BM と一緒です。なるほど。あれ、なんか意外にコンペティションっていう響きの割にはなんかすごくシンプルな内装な、うん、もうそれこそフルバケとかセミバケぐらいのイメージだったんですではないですね。じゃないんですね。意外や意外、仕立てはかなりいいですけどね、はい、なるほど。めちゃくちゃスポーティーですけど意外になんかそんなにスパルタンな体育会系な、はい、内装じゃないんですね。ですね、はい、はい、で中めちゃくちゃおしゃれですねこれ。青ステッチに、ま、スタッフプレー、はい、青ステッチやら、はい、シートベルト、シートベルトそれになってるんですか。うわ、めちゃくちゃおしゃれ。 M カラーリング、なるほど、まあ、コンペティションのスタッフプレーとかあったりとか、はい、シートはこれ形も普通の M2 と違うんですか。どうだったっけあれ多分違うはず。違うっぽいですか、うん、はい、ちょっとそれじゃあ調べておきます。調べておきましょう、はい、シートこれめちゃくちゃかっこいいですね、うん、カラーリングはこれコンペティションのカラーリングですよね、うん、ちょっと座ってみていいでしょうか。ぜひ。よいしょ。わあ、でもそんなにタイトじゃないです、うん、はい、ちょうどいいホールド感。ちょうどいいです。
しかもパワーシートになってるんですね。もうなんかもっとスパルタンかと思ったら、意外や意外、割と細かく設定できるパワーシートです、はい、でメモリーもちゃんとついてて、はい、そしてステッチがこうちょっと発色のいい青いステッチでめちゃくちゃかっこいいです。で真ん中がこれパンチングになってるんですね。そうですね、パンチングの向こう側に、まあ、この中にこう青い、あーなるほど、で M2 の柱って、これ光るのかな、確か光るんですよ。実はね、実はねこれ今光ってるんですよ暗がりで見れば分かる。差し込みますよ、はい、はい、でスピーカーも、はい、あ、アーマンガードン、あ、そうなんですか、これオプションですか。いや、このモデルは標準なんです。あ、標準なんですね、はい、なるほど。ステアリングはもうこのザ・ M っていう感じの。そうですね、はい、でコンペティションからあのいろいろリセット、え、これなんですか、 M ボタンとか、あの自分好みの、まあ、サーキット走る用とか、はい、雨の日用とかっていうのをこう足回りやらセッティングして、そうなんですか、メモリしとけると。ああ、じゃあボタン一つでそのセッティングにできるっていう、うん、ああなるほど。でクルコンと、はい、そうですね、マルチファンクションと、はい、まあ、はい、レインキープのドライビングアシスト、あ、ドライビングアシスト、うん、はい、こっちなんですか、逸脱、ああ、レインキープみたいなやつですか、うん、もちゃんとついてます、はいはいはい、なのでそういうところは、まあ、ライトと省かずにちゃんとつけてきてると。あ、そうなんですね。でインストロメンタルのパネルもちゃんと、はい、M2 コンペティションって浮き上がって出てますね。かっこいい、はい、でこのちょっとツヤのない、これカーボンですか。そうですね、しかもデコボコしてる、うん、このカーボンのトリムで、あと他の M なんかと一緒で、はい、このモデコンペティションからスタートストップボタンが、はい、赤くなってる、はい、なったぞと。でアイドリングストップもついてて、で、まあ、この辺は一緒っすよね、オーディオ周りは。そうですね、はい、うん、エアコン、はい、CD、まあ、その辺ソースとミラー ETC も、まあ、はい、ちゃんとシートヒーターもついてるんです、ね、ついております。じゃあ意外にコンペティションっていう名前だけど快適装備はやっぱり、まあ、ラグジュアリーなところも充実してるんですね。なるほど。でこの辺のシフトはなんかちょっと一世代前のあれを感じちゃうんですけど、うん、はい、まあ、それがそれはそれで走りに徹してますね。ああ、なるほど、はい、であとこのメーターとかハンドルがこの辺が設定のやつですか。そうですね、もう、はい、もうシフトのタイミングと、うん、はい、パークセンサーと、うん、はい、あとドリンクホルダーもついて、はい、でチラッと見えるリモコンボタンもあると。これがアクラポロ例の、はい、例のやつですね、ボタンですね、はい、後でやってみましょう。なるほど、はい、でハンドル、パドルがついて、まあ、この辺はザ・ BM、うん、そんなに。そしてまだ走行距離が少ないんで、あ、パリッと、ね、パリッとしております。あ、ちゃんと M2 って入って、うん、なるほど、走行距離が BC ボタン出るかな。あ、3330、めちゃめちゃ走行距離少ないじゃないですか。まだまだこれからでございます。なるほど、ちょっとかけてみていいですか、こっち。わあ、めちゃくちゃいい音してますね。すごい。ちょっとマフラーの音は後で。後で。もったいないんでね。お願いします。はい、後でたっぷりと。はい、で内装はこう黒でシンプルにまとめられております。アンスラサイトインテリアですよ、ね。そうですね。標準ですよね。標準ですね。はい。でバイザーとかはやっぱりちょっとこう、まあまあ、ちょっと簡素な感じというか。でグローブボックスはこれどうやって開けるんですか。え、おりゃ開いた。あ、フローボックスこのおりゃって開ければいいですね。はい、で今回は地デジが後付けされてるんで、そうですね、地デジのリモコンと音声がそこに入ってるんですかね。そうですね。なるほど。で ETC は BM やっぱりここですよね、うん、はい、あとこっちのグローボックスなんかも、あ、この辺はなんか安定の BMW って感じですね。そうですね。ちょっとじゃあ、まあもちろんおまけ的な存在にはなると思うんですけど、後ろもちょっと乗ってみていいでしょうか。はい、後ろもちょっと乗ってみたいと思います。リクライニングしてから前に乗っていただければ。ちょっと乗ってみたいと思います。わ、いや、いや、一回下げてみましょう。はい、おっと、まあまあ狭いっすね。はい、でも意外や意外、天井僕ギリギリ大丈夫です。いける感じ。はい、僕175センチですけど、ちょうど髪の毛がちょっと当たるか当たらないかぐらい。念のため、はい、
キードライビングポジションをいただいて、あ、でお願いします。天井もちゃんとこの上へこませてあって、極力こうクリアランスが取れるようになってるんですね。ちゃんと普通に走ろうと思ったら、はい、あ、でもちろんこれは4人乗りですよね。そうですね、車検証上も4人です、はい、でアームレストもついてて、はい、ちょうど今これが私が乗るポジションです。あ、本当ですか、うん、いや全然全然大丈夫ですよ、はい、でちょうどこのシートの裏もえぐってあるっていうか、こうへこませたデザインなんで、まあ普通に乗れちゃいます。ギツギツではないから、ね、じゃないですじゃないですじゃないです、大人の人も全然、まあシートもちょっと固めですし、うん、そんなにすごく居心地がいいわけじゃないですけど、まあ全然全然乗れますね。程よい、はい、悪くはない、はい、悪くないです。いや意外に中が快適でした。快適、はい、本当にもっとちょっとタイトなのを想像してたんですけど、うん、はい、いや意外や意外いいですよ、悪くないですね。であとトランクもちょっと見てみましょう。で後ろも PDC センサーと、はいはいはい、カメラで、はい、標準で立てますので、これは交代しも安心。なるほど。あ、はい、トランクも意外に広いっすね。奥行きがありますね。なんか普通に3シリーズぐらいあるイメージなんですけど、うん、そんなに大きくないですか。気のせいですか。気のせいじゃない。そう、で意外に大きいですね本当に。あの分割加藤なので、まあ、はい、トランク側からのレバーで、はい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 、トランクスルーになる、ね、はい、64分割で。なるほど。424か、424なのかな。424っすね。424? あ、違いますね、64っすね。64だね、はい、64でトランクスルーになるんで64と。あ、割とじゃあ詰めますね荷物。長尺物もまあこれこの機能がついてれば、はい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 、ゴルフバッグ2つなんて全然余裕ですね、うん、で土、この車の目玉が、はい、これ、これアクラボビック、アクラボビッチの、はい、マフラー、ね、スロベニア製のマフラー、はい、あれこれチタンですか。チタンですね、はい、出口もめちゃくちゃかっこいいですね、はい、これ、はい、で、切り替えのボタンもついてるので、はい、音量もまあ手元で。ああ、なるほど。夜間だったりとか住宅地なんかはちょっと静かにして、はい、でやっぱり音がいい、はい、ああなるほど。ちょっとじゃあ、あれ元々はアクラポはバイクのマフラー、元々はどうなんですか ね、バイクスタート、バイクスタート、ね、バイクはめちゃくちゃ有名ですよね。お、はい、もう知らない人いないぐらい。でだからバイクのマフラーってもう丸見えなんで、はい、デザインとかもねちゃんと考えてるし、機能ももちろんあの狭い中できっちりと取り回さなきゃいけないっていうのができてるメーカーだからね。だからバイクのマフラー屋が作る車のマフラーは本当間違いないのが多いですね。でアクラポは GT3、 ポルシェの GT3 カーなんかの純正供給も確かしてるんで、うん、ちょっとじゃあすみません、はい、音も聞かせてもらってもいいでしょうか。じゃあマジで、はい、行きましょう。このリモコンでバルブの開け閉めができるようになってます。そしたら月村さんお願いします。はい、かけます。めちゃくちゃいい音してます。あ、これが閉まってる状態。あ、めちゃくちゃいい音してたのがさらにいい音。わ、すごい、すごい、すごいレーシーなサウンドになっております。で、押せばもう一回かな、これ。あ、閉まりましたね。あ、まあ、もちろん吹かせばちょっと乾いたサウンドですけど、全然アイドリングのボリュームなんかはめちゃくちゃ静かになってます。はい、ありがとうございます。ちょっと高速とかで全開にしてみたいです。このサイズでこんな感じで走れたら相当楽しいじゃないですかね。そうですよね、 FR だし、うん、これ最初からデフとか入ってるんですか。入ってます。入ってるんですか。じゃあ分回そうと思えば、うん、もうそ、コンペティションになってから、はい、そこの設定がだいぶレーシーになるんで、はい、滑らすことも全然できるようになるし。あ、そうなんですか、うん、へー、めちゃくちゃ楽しそうな車じゃないですか。あ、そうなんですか。カメラマンがめっちゃうなずいてます、はい、楽しそう、間違いない、なるほど。あと、そしたらちょっと気になる転倒周りも一緒に見てみますか。ライト周りをちょっと見ていきますね、はい、じゃあ前回りから見ましょうか。はい、ちょっと前回りから見てみたいと思います。あ、これデイライトなんですね、うん、いわゆるこの通称イカリング。昔のと違ってちょっとこの六角形っぽくこのプロジェクターの周りが光るのがデイライトですね。
スモール。あ、そうするとそのまま現行するんですね。うん、で、はい。あ、でこれがロービーム。外側がプロジェクターが光ってます。あ、ハイビームにするとそのプロジェクターがそのまま上を照らす感じですね。これ内側は何が、あ、外がウインカーですね、うん。内側ってこれ何が光るんですか。なんだろう、コーナリングなのかな。アダプティブなのかな。あ、アダプティブのやつなんですか。ハンドル切った時にこうビコーって光るやつですか。ちょっと続いて後ろも見てみたいと思います。あ、スモールはこの下側が全体が光る感じですね。チューブとかじゃないんですね。そうだね。全体が面で光ってますね。ブレーキ踏みます。はい、お願いします。あ、その一段上が光って、ハイマウントはもう定番の位置って感じですね。で、ウインカーはこの上が光る感じです。エンジンかけてリバース入れます。お願いします。あ、リバースは両側一番下が光ります。リアフォークです。あ、バックフォークはこの一番内側がちょっとだけ光る、そんな感じになってます。ありがとうございます。もっと BM らしくこうなんかチューブがこう光っちゃったりとか、ギュインってなってるのかと思いきや、なんか面で光ったりとか、まあここが光るだろうなっていうところが光る結構シンプルなテールランプですね。あ、そうなんですね。多分長く乗ってた時に、はい、こんぐらいのデザインの方が、あー、なるほど、今追わない感じが。そして改めて後ろから見るとすごいっすね、このフェンダーのラインが、モリッド感がね、めちゃくちゃギュインってこう、はで、このシルバーだとなおさらそれがこう出てくるっていうか、なるほど、白とか黒よりも強調される感じですよね、うん、濃淡が出て、このボディカラーとこのボディは合うのかなっていう。ああ、なるほど。だってテールランプのここもだってギュンってなってますから、ね。いや、いいですね、この車。いいですよね。いいです、はい。こんな感じでしょうか。これ多分買って何年も乗っても300とかつくだろうしね。はいはい、ああ、これ下がんなそうですね。うん、まあ下がっていくだろうけど。はい、下がりきらない気はする車だけどね。なるほど。え、これマニュアルもあるんですか。マニュアルもある。 DCT かマニュアルですか、うん、で、月村さん、毎回ちょっと他の店舗でも聞いてるんですけど、はい、この商品車もし手を加えるとすればどんなところを手を加えましょう。私のおすすめは、はい、ぜひこのまま乗っていただきたい、はい、ボンド泣かせ。あ、そうですね。本来はね、はい、いろいろあれいじってこれいじってって言いたいんですけど、はいはい、個人、あ、もうあくまでもツッキー個人的な意見でした。このままオリジナルコンディションで乗っていただきたい、まあまあ、マフラーも入ってますしね。そうですね、はい、先生、もうそこで止めていただきたい、はい、まあでも、もういじる箇所まだ山ほどありますんでね、はい、そしてもう走って楽しい車だから、はい、消耗品も多分出てきちゃいますしね、うん、タイヤとか、はい、ブレーキパッドとか、はい、でこれをこう大事に、はい、まあ、まあ全然走ってもいいんだけどね、はい、長くこう大事にメンテナンスしてあげながら乗っていただくと、多分相当こう味が出て、なるほど、価値が残る車になるんじゃないかなっていう僕の個人的な感想です。というわけで結論、はい、そのまま乗りましょう。はい、いいでしょうかはい、というわけで今回は、ボンドカーズラより M2 コンペティションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。